夜桜バーウィズジーダーツの化粧なのか、あれは。あれ化粧、僕別に女装してもないかもしれない。女装してないんだね、あれ。多分そうそう、多分髪の毛長くて、多分そのあの衣装着たわ、あのレッドドレス、あのミュージカル終わった後の。あ、私もね、あれ、あんなもん。ちょっともうね、やっぱり分からない。ちょっと待って、サティさんはもう本当にこう男で、そう、そう、うん。だけどその、恋という意味では対象が男性で限定であると。ね。今のところ。しんちゃんは？僕もそうですね。僕も男だけですよ。僕も男だけで、僕も僕の中も男性。男性で。男性で、で男性が好きです。で。もうでもそのゲイの中にも、うん、まあこういう言い方していいのかわかんないけど、うん、男性性女性性っていう言い方がもしもあるのだとしたら、うんうん、そのやっぱそのエネルギーの強さ弱さもあるかもしれない。女の人で男の人が好きな、ね、この世ではたくさんいる部類の、ね、一つのタイプでしょ。その人が女の人なんだけど男性っぽいとか、うん、男の人のエネルギーが強いよ。まあ、そうそうそうですね、うん、だからゲイの中にも、うんうん、ゲイなんだけどゲイで男が好き、あ、男で男が好きなんだけど、でもその中でもあのなんかなストレートな、あーと男性のエネルギーが強い人と女性のエネルギーが強い人は全然いると思う。あ、でその場合はカップルの中でその女性役、うん、男性役みたいにそこはあると思う。なるんですか、うん、やっぱり、うん、でも面白いのがアメリカだと結構両方だったりするのね。あんまりそのセックスにこだわんない。あるときにはこっちがこっち、あるときにこっちがこっちとか。そうそうそう、どういう意味のこっち？セックスで男性役と女性役が変わるって。ああ、そういう意味か。うん、セックスに関して。セックスに関して。すごい、私こんななんか公共のものでそんな言葉言った初めて。もう一杯行きましょう。なんかお見せしたいんですよね、しんちゃんでね、お姉さんたちが。バージーでよかった。バージーバージーバージープロってましたから。本当にやってましたからね。はい、2丁目でやってました。一人で切り盛りしたんですよ、お店を。もう知らないことが。チーママだったけどね。すごいチーママ。知らないことが。その時はどういう格好でしたか？普通、普通の格好だけど、その曜日によってはあの、ね、スイミングパンツだけだったり、海パンデー、海パンデーだったり、まあ、ね、あのふんどしデーだったり、おー、うん、すっぽんぽんデーだったり、ね、あ、そんなのあったんや。ありました。その時は、しんちゃんもちろんすっぽんぽんで。僕もすっぽんぽんで。いやでも、日本人はすっぽんぽんの文化ありますからね。あ、そっか。なんとも、ね、なんともなくなりますよ、慣れたら。開放感。そう、開放感。そっか。いやちょっと待って、ちょっと。飲められました、ちいさん。はい、オッケー、ちょっと待って。じゃあそのゲイの男性、まあ、男性っていうか男性の形をしたゲイの方なので、はいはい、ちょっと種類を分けていただけますか。すみません、どうした？最近、もう種類分けられる？分けるとしたら、うん、あの無理やりでもすごくこう、まあ、大きく分けるとしたらね、うん、4種類まずあると思うんですよ。そう、うん、あの男性で、うん、自分の性認知が男性の人、うん、これは僕なんですけど、はい、あと男性で、うん、自分の性認知がどちらかというと女性寄りな人、うん、で自分が男性でその性認知があのちょうど半々な人、で男性であのその性認知がどっちにも時に応じてこう変化する人、うん、それが4番目。それが4番目です、はい、3番目と4番目の違いは何？3番目はほら 50-50、 1、2、3動かない。だから1は男性、うん、男性で中身の男性、うん、2番目は男性で中身女性、うん、3番目は男性で中身の半々、うん、動かない動かない、うんうん、で4番目は何か相手によって変わったり、その時によって変わったり、気分によって変わったり、気分によって変わったり。おお、そっか。じゃその経営の方にとっての、まあ、じゃあ例えばその半々の人はその女性性っていうのは何？ちょっとそれはごめん、その、ちょっと待って、何言いたいの？どうなの？どっちかというとしんちゃんが、うん、あの女性性が今強い方だよね。そうですね、うん、どっちか言うと昔に比べると僕は、うん、あ、自分の中の女性性であったりなんかな、いろいろしてあげたいであったり、うん、支えてあげたいっていうエネルギーも強いのかもしれない。じゃあ今まで付き合ってきた人だったら僕は、あの
ラッセルの前まで僕はずっと男だった男だあ、そう、男役、うんうん、それでラッセルさんと出会って恋に落ちご結婚もなさり、うん、そのリレーションシップの間にやっぱり自分の中で、うん、あ、なんかな、守ってもらいたいんだとか、うん、あの、なんかな、そうだね、あの、守ってもらいたいとか、この支えてもらいたいとか、うん、やっぱそういう思いであったり、うんうん、願望があったんだなって気づいて、でそこを受け入れて、うん、やっていったら、うん、今の自分に至ったと。でこれはもしかしたら変わるもん、僕は性別なんて変わるもんだと思ってます、普通のだってストレートだと思ってる男の人だっていつああ俺ゲイできるかもってなるできるかも。でも実際その友達いますもん、うん、結婚した子供は3人いるけど、うん、もう60超えてからは同性に対して男性に興味が持って持ち始めて、その男性に対するゲイの比率の方が高くなって、うん、で付き合ったっていう人が僕の友達だったみたいな。で僕も今もうゲイ女の人の体験ないんですけど、これが、うん、あそうか、うん、もう聞いたことない見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 せたことない見せたことない何ちゅうことない何ちゅうことない何ちゅうことない。でそれででもこれあと10年20年だったら分からない分かんないですよ。そう最近面白いのが本当にそういう風な世の中になって、それでも OK なエネルギーになってようやくなってきたのかなっていう。で最近はだってその何だっけ、アセクシャルって言うの。でも LGBTQA プラスプラスプラスとかいっぱいあるじゃないですか。あれがどんどん増えていて、まあ、分からなくなる。ちょっとそのごめん最初はね、うん、LGBT までだったんですよ、ね、うん、それは L はレズビアン、うん、G がゲイ、B はバイセクシャル、T がトランス、トランセクシャルですね。でここでちょっと誤解があるんだけども、okay. その日本とアメリカで英語の、まあ、伝わり方が違って、うん、日本に行ったら和製英語になったりするんですよね、うん、でそこで僕日本に行った時にすごい混乱したんだけども、うん、日本にいてレズビアンって聞くと、うん、女同士の好きになる、うん、あの趣味を思い浮かぶじゃないですか、うん、でゲイっていうふうに聞くと男同士だと思ってたんですよ、うん、でも実際の英語の正しい解釈としては、ね、ゲイっていうのはレズビアンも含めるんですよ。そうすると最初のエールは何、どこへ行くの。L はそのまあ女性同士をまあ特定に表現するときのワードとして使われるっていうぐらいですね。うん、でもアメリカではゲイっていうときは両方も指すよ。そうそう、ゲイは両方含むんですよ。でも日本の認識は違うんですよ。ゲイは男同士だけ、レズは女同士だけっていう認識がされてるみたいですよ、ね。レズってなんか懐かしい響きした今。ドキドキした。鼻の香りがするよね。いやでも私なんか昔そうちゃうかって言われたことある。ああ、モテそうな感じ。なんかその声が低い、それしか声が低いし、それはね、あのヘテロセクシャルの おっちゃんに言われたんですけど、要するにその男を誘うみたいなもののかけらもない、ひつらあんたやからよって言いたかったけど、失礼よね。でで、それでよくあるんだよ。あ、ゲイですって言ったら、うん、ゲイなんでって言ったら、あ、じゃあ、うん、俺に告らないで、あんた、タイプじゃないからね。ね、どんだけだよね。ありますね。あります、あります。じゃあ、ちょっとこうね、話があちこち行きますけど、いいんですけど、うん、レズドえ、G、L、B、T、はい、で、Q は、Q が出てきたんですよ。Q はクエスチョンですよね。あ、クエスチョンなの。うん、あ、本当、僕クイアっていう、あ、多分両方含まれてる。クイアは何やったっけ、クイアは何やったっけ。クイアは、実際は僕はあんまりよく分かんないなんかテレビの、ね、番組だけで、うん、クイアっぽくなるけど、うん、ごめん、ちょっと僕も正しいディフィニションはちょっと言えないけど、でもどっちかというと、うん、本当にこうゲイっていうことを楽しんでたり、うん、こう実際になんだろう、もう堂々としてるようなゲイの人のことを指すのかな、うん、あともしくは、うん、なんだろう、
自分の中の女性性、外が男性で自分の中の女性性をもう思いっきりこう表現している、うん、そういう風な人たち、いかにもこう自分の中の女性性を、女性性を思いっきり表現だから、すごいくねくねしているような、うん、でそれでもすごくこう、ね、言葉も堂々と使って恐れるのないような、そういう風な人たちのことを指すのかな、うん、ちょっと調べてみてください。あ、何調べてみます。僕はちょっとそれ見ちゃうけど、そう、グーグルで調べるので、T が、T はトランスジェンダーですね。ジェンダー、はい、あの手術した人ですね。あ、まだ、まあ、手術してないとしても、でも自分の中が、あ、そうかそうか、多分自分のボディが、肉体が男性だって、うん、でも本当の中が女性であるので、うん、ここに違和感がある人。ああ、それは正しい表現。なんでこのついてるんだろう、なんで私ついてないの、なんでここついてるのっていう、そこの違和感、僕は違和感なかった。違和感ないでしょ。ないですね。だからその違和感があるかないかの違いかもしれない。トランスジェンダーとゲイとかレズビアンの違いは。うん、おお、なるほど、ちょっと間違った体に入ってしまったっていう感覚がいいかもしれない、うんうん、まあでも面白いね、こういう僕はこういうね、他にスピリチュアルなこともやってますけど、うん、間違った体に入ることはないと思うね、それを選ぶ人だから、もちろんね、そうね、うん、ただほら本人の感覚、本人その時の本人の感覚としては、うわーって、もうなんで嫌だみたいな感じ、うん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 、っていうのもあるのかもしれない、うんうん、まあでもそこでまたそのね、わざわざそういうしんどいことをして、そうしてみたかった世界があるんでしょうね、うんうん、でもそういうことがあるから今のこのだんだんオープンになってきたし、うん、こういう多様性っていうのもやっぱそういう人がいるからこそ、あ、こういうこともやってもいいんだとか、うん、ありなんだっていう、うん、もちろんその本人は大変だと思うけど、うん、ちょっとクイアについて調べてみますね。他にもいっぱいワードがあるんですよ。それもちょっと分かるんで、そう、じゃあお願いします、うん、でも僕はあんまり、うん、まあ、もちろんね、そういうなんかな、分ける、うん、なんていうの、レベル つけたりするのは、うん、分かりやすいんだけど、そんなには僕は、まあ、意味はない。ただなんか、うん、なんていうんやろう、分かってない人から見ると、うん、ゲイって言われるとなんかくねくねしてって言葉を使ってて、うんうんうん、でその恋愛関係になるのが男同士でっていうのがゲイなのかなぐらいの感じ、うんうん、そうだよね、でみんなは女装が好き、うんうん、違いないとか思ってる。さっきの面白い、もう日本は本当に面白い、今男の子っていうのが今知ってます？知らない。何ですかそれは。男の子？ごめんね、男の子の子、男の子ね、男の子の子が娘なの。私女の子で女の子の子が古いって言うと知ってますよね。ひどいそれ。ひどいでしょ。しかもその本人が言ってるっていうのもまたすごい。ああ、なるほどね。でその男の子って男の子っていうのがいて、本当に、うん、もうなんかな、ちっちゃい、まあ、男の子なんだけど女の子の格好するのが好き。好き。でもそれはただ単に、あと女装っていうのも不思議なものがあって、うんうんうん、ただ単に趣味でストレートって分かりますかね、男性であって女性が好きな人、うんうん、その女性好きなんだけど、うん、ただ単に趣味として女装が好きな人、そういう人もいるんだ。もちろんそっちの人も多いかもしれない。ああそう、うん、あとゲイの中にもすごい分かりにくいな、ゲイの中僕女装しないしね、基本してるイメージがあるのよ、なぜでしょう。あ、たまに帽子かぶったり、大きいあのだってバレエの衣装着ててすごくそれが嬉しそうだったりとかいて、 あれはね、うん、あれすごい楽しかった、楽しかった、うん、でもそれはそれ女装してるのかな、衣装なんだ、あれはお衣装、ね、お衣装なんだね、うん、まあもちろんドラッグクイーンさんもあれはお衣装だと思うけど、あ、なんだ、じゃあマツコ・デラックスが女装なのかって言われたら僕は分かんない、はいはいはい、あ、私は女装が好きなだけよって言って、で、 でも男の人が好きよね、うん、だから何、うんうん、でだからきっとサティさんにはお二人と同じなんだけど、うん、彼女はそれ、彼は、うん、それプラス女装が好きってことか、うん、うん、あれが心地いいんでしょう、ね、心地いいってことか、うん、でもなんかゲイバーでちょっと働いてた経験あるんですけど、サティさんも、はい、なんだろう、おねえ言葉使ったり、うん、こう女装したりすると、うん、キャラが立つからやりやすいんですよ、商売。まあ相手も分かりやすい、うん、あの絡みやすいし、あの変なことも言いやすいし、うん、でも、うん、そうじゃないとちょっと言ったら角が立っちゃったり、なんかね、キャラが立つと楽なんですよ。ああ、それ分かる気がする、うん、それでね、こうゲイバーで働いてるお兄ちゃんとかは、うん、僕もそうだったんですけど、うん、やっぱりこうちょっとおねえぶるとか、うん、こう普段絶対おねえのことは言わないんだけども、その時だけ何々だよ、何々だわとかこうすっごい全然おねえじゃないし、すごい無理した、めっちゃ無理した。だからマツコさんもそれもあるのかもしれないですね。でもマツコさんはタレントさんやからね。そう、でも元々は編集
やってた、やってたんだ、はい、なんかバディやったっけ、はい、で僕彼彼女がテレビに出る前に、うん、ちょっと東京に住んでた時に、うん、あのね直接こんにちはとか出たことないんですけど、うん、あのイベントとかでよく出てはったんですよね、うん、すごく物事をよく知ってるし、ね、であの司会とかもやってはったんで、うん、それで出てらっしゃったのは覚えてますね、うんうん、でももうああいう感じです、もうああいう感じでしたもん、あの時から、うんうん、もう気持ちよく言いたことパーンってねえ、うん、私すごい大好きですけどね、うん、はい、だ IKKO さんは IKKO さんね、僕よく知らないです。 IKKO さんも手術してんのかな、してないのかもしれないけど、でも多分、うん、まあまあ本人のことは本当のことは分からないけど、うん、そう分からないけど、経営者で見た場合、うん、でも連絡くれるかもしれないですよ、間違ったね、はい、違うわよ、ね、違うわよ、違うわよ、あ、そうかそうか、よく分からなくて、よく分からなくて、よく分からなくて、すみません、美容だったりとかね、うん、私はこの2本のこのまつげを立てて自立してきたのよとか言って、素敵に多分マツコさんよりも女性衛生は強そう、ね、強いよね、きっとね、うん、やっぱそういうことが、うん、本当に好きなんですよね、うんうんうん、そうそうそう、いろいろ、そのね、女装の部分はものすごくコンフューあの、うん、そうね、分かりにくい、もうゲイの間でもコンフューズしますよ、あ、そうなんだ、うん、ゲイの人はみんな女装好きなんやと思ってた。グレーがなんかグラデーションか、うん。グラデーションがもう本当にもうレインボーみたいに、もう何でも OK よ。そっか、いいね、それはいいね。うん、本当に。なんかこのクリアっていうのは、うん、あの、さっきの LGBTQ の Q がクエスチョナブルと、クエスチョンとクリアって両方含んでるみたいなんだけど、うんうん、クリアを定義するのはなんかすごい難しいみたいで、もともとは風変わりなとか奇妙なとかちょっと変わったとか、変態とか、うん、私もそれ変態とか、なんかそういう風な意味合いを報道から発されてるという意味ではあとセクシャルマイノリティの人を大雑把にクリアっていう風に表現したりとか、うん、そういう風な意味合いをまあ含むみたいな感じで、なんかクリアイコールこれだっていう風な定義ではちょっとされてないみたいですね。ありがとうございます、調べていただいて、やっぱサチさんの説明はよくわかるね、本当にね、うんうんうん、分かる、よくあの頭の中がこう整理されてる感じ、そうそう、もうしっかりいつもそう、あのね、左側で喋ってる感じ、きちんと、もうちゃんと左脳が動いてる、そうそう、あのちゃんと右の人なんだけど左もちゃんと動いてるんですね、私たちの耳が右がポポポってポポポポポポってしんちゃんは超右やね、そうしんちゃん超右やね、いいじゃないですか、気持ちいいぐらい右で、本当にね、うん、いや右の世界ですよ、はい、右の世界だけど左もあると、うん、やっぱりあのニューヨークで YouTuber でもね、そうありがとうございます、今のところ先頭走ってるって、そうサディさんのあれは何、サディ .com、あ、ね、サティ .com 行くと僕のウェブサイトに行く、あ、ウェブサイトか、で、そこから YouTube にも行けるし、なんで YouTube の名前、なんで YouTube の名前はね、あの気候師サティのニューヨークヒーリングラジオっていうんですけど、でもニューヨークサティって入れてもらうと一番出てきます、あ、はい、しんちゃんのは、僕はね、ね、なんだっけ、あ、ゲイヒーラー物語、うん、読んでます僕のブログ、受け取り上手になる秘訣っていうサッカーですね、はい、そうですね、はい、いろいろ受け取り上手になります。それはでも最近のテーマだね、でも受け取り上手になるっていうのは。もうここ1、2年のあれかな、うん、やってるけどね。もうだいぶ僕の旦那さんからいろいろ受け取って、ありがたいこと。でもなんかその旦那さんと出会ったことで、いろいろ初の体験っていうか、まあ経験をね。はい、本当に、でも本当はそこももっともっと話したい、うん。多分ここで話せないぐらいのことを僕は。ここで話せないことはどんなこと、じゃあここで話せない、ここで話せないことはなんかピーとかプーとかドキンドキンとかって入れたら大丈夫、ね、でももしこのセクシャリティーの、うん、セックスの話だったら、うん